どうも、オニです。いやー、暑いっすね。あ、セミが鳴いてます。聞こえますか？ 22 ゼミが。ほら。聞こえますか？ 22 ゼミが鳴いてますよ。まあ、22ゼミが鳴いてるってことはね、もう夏ですね。まあ、めっちゃ蒸し暑いんですよ。さっきまで雨降ってたからっていうのもありますけども。もうすごいっすよ。今熱気が。あ、これ、キマワリの死骸だな。今ね、この、降った雨が、すぐにね、もう蒸発してきて、ちょっとね、さっき湯気立ってたぐらいなんですよね。それでめっちゃ蒸し暑いんですよね。こんだけ蒸し暑かったらね、なんか出てきますよね。うっ！なんだこれ。あ、虫取り網だな、これ。誰が置いてったんだ、こんなもん。こんな大事なものを忘れていくなんて。ほんとに、ありえないっすよ。虫屋としてね、こんな。武器じゃないですか。虫屋の武器ですよ。あの、武士にとっては刀みたいな感じでね、網って虫屋の魂みたいなもんなんですね。それを置き忘れていくっちゃ、どういうこっちゃ。私、あ、なんか入っとる。なんか入っとる。なんだこれ、トンボか。なんか羽黒いで、これ。こんなトンボおる。いいよな、出していいよね。出していいよね。うわーすごい。めっちゃ綺麗。黒いと思っとった。ほら、なんかギラギラ光るねんけど、これ。光ってんねんけど、ほら。ギラギラ光ってんねんけど、なんか虹色に光ってますね。なにこれ、トンボやよな、この顔は。トンボですけど、羽がね、なんか、こんな、ギラギラしてます。ギラついた羽のトンボですね。あ、前羽の先の方だけ透明ですね。なんだこれ。うわー、綺麗。何？見たこともないトンボが、捨てられた網に入っとってんけど。何これ。はい、これは、蝶トンボというトンボですね。蝶トンボというトンボでね、こうやって蝶トンボは、下羽が、黒っぽくて、で、構造色になってるんですよ。ですから光の当たり方で、ね、なんかギラギラして、なんか緑がかって見えたり、紫がかって見えたりするんですね。構造色になってるんです。羽が透明じゃないんですね。で、前羽の先っちょだけは部分的に透明になってますけども、それ以外はね、構造色になってるわけですね。ほら、見てください。今ね、ちょっと日が差してきたんで、その日光が当たってね、すごく綺麗に見えますね。すごい。なんか、お札のね、透かし彫りみたいですね。ほら。ほら。うーわー、これ、実物見てほしいな。カメラ越しよりもね、実物は数十倍綺麗ですよ。ほら。ほら。うわー！あー、蝶トンボや、すげえ。ほら、見てくださいよ、このギラギラ。宝石みたいですね。これ、構造色と言いまして、表面に微細な構造がありまして、その構造によってで、ね、反射される光の波長が変わるんですよ。光の色ってね、波長で決まるんでね、この反射される光の波長が変わるってことはね、もう、光の当たり方によって、見える色が違って見えるということなんですね。すごいですね。これ。うわー。うわ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 。やったー、蝶トンボ。ほら。見てください、この輝き。宝石みたいでしょ？宝石ですよ、これ。うわぁ。はい、ちなみにね、これ、やらせです。すいませんね。さっき、網振り回してこれ捕まえて、そこ置いといて、うわぁ、なんだこれみたいなね、偶然を装って、撮影してただけです。この網の柄のね、この持ち手のところに黒いビニールテープ巻いてあったらね、私のものである可能性が高いですね。私ね、網の柄の持ち手のところに黒いビニールテープ巻くようにしてるんですね。これで私のってすぐわかりますからね。はい。なのでこれはやらせです。すいませんね、皆さん。でもすごいでしょ？綺麗でしょ？いや、そんなカメラなんて回しとる余裕なかったか見つけてさ、カメラなんて、カメラ車の中に置いとったしね、カメラ回しながら捕まえるなんて舐めた態度じゃね、トンボはなかなか捕まえられんよ。飛ぶの早いから。もう両手で網持ってやらんと絶対無理。こういう時にカメラマンおるとええねんけどな、本当は。結構格闘しましたよ。3分ぐらい格闘しました。なかなか早くてね、狙いつけづらくて、3分ぐらい格闘してました、マジで。いやあれ、カメラマンに撮ってほしかったな、スタッフ、お前らちょっとカメラ持てや、ちょっとたまには。タク使えんな、マジで。まあ、スタッフいないんですけどね。すごいっすね。やったー、蝶トンボ。
どうしようかな。まあ、持って帰って、標本にするのもめんどくさいし、逃がしてやるか。ねえ、なんだかんだでね、標本よりも生きてる虫の方がね、生えますからね。動画に残しといたらずっとこれ見れるんで、まあいいだろう。逃がしてやろう。逃がしてやるわ。なかなかね、トンボって飼いづらいんでね、逃がしてあげましょう。裏側から見るとなんか構造色の部分が茶色に見えますね。裏側はあんまりね、その構造色になってないみたいです。ちょっと部分的になってるっぽいですけれども、裏側はね、基本褐色ですね。茶色に見えてます。なので、これ光は一部反射して一部透過してる感じですね。そんな感じですね。うわー。あ、見てください。本体も胸部がちょっとギラギラしてますね。本体もこう胸部だけギラついてますな。で、多分これオスだな。なんかメスはちょっと色が違った気がする。多分これオスですね。縄張り張ってたんでしょう。あ、ここはね、この子縄張りっぽいんで逃がしてあげましょう。いやー、素晴らしい。美しい。見てくださいよ。これが日本に生息してるんですよ。ほら。やばくないっすか。宝石みたいなトンボ。超トンボです。これ見かけたらね、ラッキーだと思ってください。じゃあ逃がしてあげまーす。いけ！あれ？あれ？いけ！おしゃ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 。ほら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 。飛んでいきますね。飛んで逃げていきました。バイバイ。